美味しいよ。ちょっとね、道中が長いので、さっきセブンに寄った時にチョコインスナックとこのね、パイの実は家にあったものを持ってきました。今から1時間以上は走るかな。うん、1時間半ぐらいね。だからおやつを食べながら向かっていこうと思います。ダイモンだけは見えるけど、カメラ越しだとどうかな。曇ってるけど全然見えるね。うん、綺麗に見えてる、うん、でね、雨がちょっとね、雨粒が大きくなってきて、どうかな、この状態だったらいいけど、ひどくならなきゃいいよね。まださっき買いましたって言ってから、15分ぐらいしか経ってないのに、もう食べ終わりそう。ようこそ南大隅町へ。あまり映ってなかったと思う。長いトンネルに入ります。伊座敷トンネル、これどんぐらいあんの。そこそこ長いここだよね。あ、してるじゃん。本当だ。え、できるの。あ、解放されてるよ。本当だね。白波が立ってる。本当だ、ちょっとどころじゃないじゃん、うん。まあ、今から行くところはまだあの防波堤中か。ああ、すっごい白波が立ってる。テトラが沖の方にあるから、うん、多分大丈夫だと思う。あ、ここはそんなに白波ないよ。あ、なんかあっちにほら、あ、消波ブロックがあるから大丈夫なんですよ。そうなんですよ。よいしょ。風はそんなに影響してないかな。いや、フグいいから。フグたくんがいる。ちっちゃいね。ちょっと餌落としてみる。うん、やってみよう。ね。半額で買っておいたキビナゴを解凍してきました。これも一匹投げする。今日はね、どうしてもイカが食べたいの。キビナゴではイカ釣れないよ。え、そうなの。魚狙い。ああ、そうなんだ、うん。で、今日はハイエースで来たんだけど、今まだ中途半端なこのベッド作りでだったんですけど、ちょっとね、多分お腹がすくと思って、一応あの料理道具っていうか料理ができるものを持ってきました。あとワックのマットを引いてね。
っといて。引っかかったかもね。白黒させながらついてきよるかな。あ、あそこにいる。戦闘態勢には入ってるんだよ、ね、あそこ、これ。ここ？あそこ。今ちょっと見えないかな。うん、見えないね。釣れました。じゃじゃーん。ちょうどね、釣ってるところカメラに映してなかったから、うん、結構引いたよ。へえー、すごい。え、投げたの？うん、落として、うん、マジ、うん、目の前に来てトントンしていれば大概来るんだって。いれば。ああ、いいなぁいいでしょ。羨ましい。そうですね。ここに立てます。ここに落としたくなる。あ、こうするんだ。そう、こうやってから拾うの。はい、すると大変こっちの壁が飛んでくるから。でも食いついた瞬間中に入るからすぐ青手なんだ。ブルブルとこう気分に入るから。まいたい。コツは分かった、うん、コツは分かったとかじゃなくて、釣れてないからコツも何もないよね。分かんないよね。これで釣れてればさ、分かるんだろうけど、もう完全に負けず嫌いを発症してしまってる。負けたくないみたい。また釣りましたよ。2匹目ゲット。本当は少しちっちゃいけど、うん、でも全然全然唐揚げサイズだね、うん、美味しいかも。なんかな、いただきます。なんだろうな、誘い方。でも同じことしてんだけどね、やっぱり経験の差。はい、じゃあさようなら。よかったね。当たりを取れたのはいいけどさ、強く巻きすぎてあらかぶ飛んで出てきたよね。いや、これリリースかな。リリースか、うん、ちっちゃいからね、うん、ちっちゃすぎる。あー、でも嬉しい、ね、釣れたな、嬉しい。じゃあ、ここで2匹釣れて、うん、1匹リリース、1匹リリースで、はい、で、まあずっとしてたけどもう釣れなそうだから、ちょっと場所移動をしていきたいと思います。はい。うわ、すごい、やっぱり綺麗ここ。1年ぶりぐらいに来た。うん、どこもね、ここが好きだわ。これ違うの？住みはこう違うね。うん、全然違った。住み跡があるって。すっごい、めっちゃ透き通ってる。熱帯魚がいっぱいいる。綺麗。釣れました。4頭目ぐらいで釣れた。よかったね、うん、でもまあリリースサイズ、これ。あー、リリースかな。リリースだかもね。逃がしてあげようか、ちっちゃいから。逃がしたくないって顔に書いてあるよ。けどね、うん、ちっちゃいしね。やっぱ引っかかったのかな。あ、取れた。でも違った、どっかに引っかかってたんだ。あ、そうなんだ、うん、引っかかった。もう釣れたんだけど、お腹が大きいんですよね。逃がしましょう。俺と同じ色だ。もうね、逃がそうって言った時のこのビーコのリアクション、えーだって。まあでもね、気持ちはもうしょうがないから、うん、逃がそう。はい、釣れました。結構大きいです。で、ビーコさんは向こうで根がかりを取ってます。はい、ただいまの時刻4時55分。そろそろ帰宅の時間なんですけど、ビーコさんは諦めてません。だって私2匹釣り上げたけどリリースだったからね。うん、地球も釣ったよ。
なんかこのまま帰りたくないな。まだリベンジすればいいじゃん。楽しいでしょ魚釣りって。うん、楽しいね。楽しいよね。諦めることも肝心だよ。諦めてばかりの人生だけど。まあ本当は今が一番いい時間なんだけどね。でしょ？夕まずめで。ほら。でもまだ帰ってからすることいっぱいあるじゃん。あるけど。諦めたくない。もうちょっと粘る。もうちょっとだけ、あと1匹、私1匹は釣りたい、持って帰れるの。あ、持って帰れるサイズ。それだったらさ、もうちょっと向こうの方ちょっと行ってみる？ここら辺も全部攻めたじゃん。なんだよね。うん、向こうの方さ。でもね、あっちね、結構ね、あれだよ、根がかるよ。あ、そうなんだ。どっか穴に入るのかな、下がゴツゴツしてんのかわかんないけど。うん。ああ、そんな感じ。あ、それだったらさ、いざスキー行こうか、帰りに。ここじゃなくてさ、もう一つの場所。じゃあもうさっさと行こう。早い。早いよ。はい、場所移動してきました。ここで最後です。あと一匹ぐらいは釣りたいなぁ、私的に。食べますか？じゃあもう干しそうにするから。はいはい、めっちゃ目丸くしてんだけど。マジで？どうぞ。本当に？どうぞ。はい、いいよ、食べて。めっちゃ見てる。お前さっきダメ言うたやん。でも私に近すぎるから取りに来れないとこだよね。ああ。はい、ということで今18時になりました。もうまあ本当は今からなんだろうけどね。ああ、そうそう。なんですけど、もうここで切り上げて帰りたいと思います。3匹まだ生きてます。数時間前に釣れたばっかりだからまだ息をしてますね。ただパクパクしてるね。ね。うん。これをこのままさばくのはちょっとかわいそうだけど。はい、じゃあ今日は3匹とも煮付けにしたいと思います。ああ、煮付けに、うん、ああ、了解。はい。